瀬山は悩める女として2015年仕事はあるのかという相談をしにゲスト出演。2010年に同局を退職して以来の汐留訪問だと言い、ご機嫌で臨んでいたが、その発言をゲストのお笑いコンビアンジャッシュ渡辺謙からダメ出しをされ、冒頭から不満な表情を浮かべた。瀬山は自身が撮影してきたテレビ初公開の自宅 VTR を見ていた際、MC のお笑いコンビチュートリアル徳井よしみから、自宅にピンクと黒のものが多いことについて、メンタルがふわふわしていると指摘されると、そうやってジャンル分けする人ってナンセンスだと思うと不機嫌そうに反論し、徳井を困惑させていた。さらに VTR を見続け、映像の中で言った瀬山のコメントに、渡辺がダメを出すと、間髪入れず反論したが、そこに、同じくゲストのタレント、小野の中が、渡辺さんが喋っているのに言葉をかぶせるのは失礼ですよと割って入ってきて、さらに不機嫌モード。スタジオには、ピリピリムードが漂った。終始不機嫌な様子だった瀬山だが、極めつけは番組のエンディングで、MC のお笑いコンビフットボールアワー後藤輝元から、今日はどうでしたか?と、感想を求められと、席を切ったように、普通に自分が撮ってきた映像を見せてと言われて、見せただけで文句言われる筋合いは全くないと不満を爆発させた。瀬山の態度に渡辺が整理しましょう。何を相談に来たんですか?態度おかしくないですかと不快感を示し、小野も瀬山に対し、事前にスタッフさんから説明を受けていなかったんですか?と、番組の趣旨説明の有無を確認したが、受けてますよ。受けているに決まっているじゃないですか。私をバカだと思っているんですか?遠野に向かって切れた。そんな瀬山に、渡辺は、ちょっとイメージが違いますと、押し、足かとし、呆れていた。